こんにちは、深田静香です。私はカウンセリングで病的真面目の治療として競馬を教わっています。今日も私の競馬デビュー2018年12月23日の有馬記念の時のお話をしますね。場外馬券場についてマークシートを記入することにしました。もう興奮していたのか3回も書き間違えました。あれ書くとこ間違えた。 書き直し。あまたずらして書いちゃった。私緊張してるのかな。私はもうちょこちょいでテストの時もマークシートをずらして書くことが結構あります。国家試験もマークシートなのでもう当日は何回も見直しました。あなたも気をつけてくださいね。あやっと書けた。よし、馬券を買いに行こう。 3階は少し混雑してたので、馬券は4階で買うことにしました。前に先生と来た時より、若い人や女性も多く見えました。ご夫婦やカップル、子連れのご家族もいました。私の隣には、20代ぐらいの女性3人組もいました。やっぱり有馬記念は普段買いに来ない人も来るんだろうな。さ、買おう。えっと、 画面タッチしてえ動かないあ先にお金を入れるのかってえっと買うレースをタッチして確認ね生産を押してあ買えた出てきた人も少なくてスムーズに買うことができましたお財布に新聞の切り抜きを入れてもう何度も確認しました あとうとう、私、競馬デビューしちゃった。さあ、ゲームに勝つぞこれまでも趣味だった私に趣味ができました。レース自体は、外で最後の400メートルあたりから見ました。家に帰ってから、JRA の公式サイトで動画で確認しました。すごい戦いだなって思いました。馬券予想は、カウンセラーの先生に教わった方法で、 1>, 1番人気から4番人気の中で2等それ以外で1等を決めましたこの予想の続きはまた明日お楽しみに今日はこれで終わりますね最後まで聞いていただいてありがとうございました深田静香でしたまた明日来ますね